皆様、あ、しまった。ちょっと待ってください。またポン出しのソフト立ち上げとくの忘れちゃった。皆様、コンボイラス。はい、いつもご覧いただきましてありがとうございます。本日も、今週もやってまいりましたヒデキン X ナイトでございます。間違った。はい、じゃあちょっと先にご挨拶させていただこうと思います。よいしょ。元山さん、お疲れ様でございます。 X ジャパン超絶楽しみでございます。ありがとうございます。職場で上司に毎週金曜日だけは一日流れるクラシックをやめてほしいと話したの。ヒデキン様のライブ聞きながら仕事したかったのですけど、それは無理でしょう。普通は、まあ、あのお気持ちはね嬉しいですけど、あのまああまりその本山さんの、あの立場がまずくなるようなことはできれば控えていただきましてですね、まあちょっと毎週、お時間合えばね、このタイミングでお楽しみいただければと思います。上司に本社が決めることだからと無理と穏便に言う。はいはい、浦野さんこんばんは、よろしくお願いします。松井さんこんばんは。はい、藤本さんもこんばんは。グッさんこんばんは、よろしくお願いします。コウキさんコンバイラース、はい、ありがとうございます。 E2 復活記念ライブ、そうですね、グッさん E2 お帰りなさいですね。あ、ヒデアンドサキさんこんばんは。ジョーカー良かったですかね、ありがとうございます。パンダさんこんばんは。いつもね、あのツイッターの方リツイートね、ありがとうございます。あ、ボニーブルさんこんばんは。野木秀さんこんばんは。今日は久しぶりにありがとうございます。最近挨拶だけしてちゃんと見れてなかったんで一緒に弾かせてもらいます、ありがとうございます。テックさんこんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます皆さん。で、そうなんです、本日はですね、まあ、ちょっと動画でも昨日でしたか、アップロードしたんですけど、預けていた、E2 こちらですねが帰ってきまして、穴を開けて、もともとこの辺にボリュームポットあったんですけどね、このギターで穴を開け直してちょっとピックアップ、僕こういうのをよくやるもんですから、ちょっと近くに寄せたんですよ。で、先月かな、まあ、ちょっと軽くメンテをですね、フレットの具合とか、まあ、状態見てもらうメンテのついでに、ちょっと穴塞いでもらえませんかっていうことで、ちょっとお願いして預けたんですね。まあ、そしたら、まあ、この穴だけを塞ぐというよりも、もう作りますということで、ピックガード1枚新規でね、だから多分ね、何にも穴が開いていない素の状態のやつを、だからピックアップの穴とかも多分開けてくださったんだと思うんですけど、こう見事にね、このもうあたかも、もうこのどうですか、これ、まあ、E2 のこの ST1 っていうタイプのギターなんですけど、もうマジでなんかカスタムって感じがして、僕ちょっとまあこれだけのことなんですけどね。
まあ、すっげえなんか僕動画でもうひょーみたいな感じで喜んでたんですけど、もういい感じになって帰ってきまして、今日はこれを使ってね、まあ、普段ならで、まあ、これ今回も半音下げでフローティング具合も調整していただきまして、まあ、いつもだったらね、X はモッキンバードを多めに使うんですけど、まあ、せっかくなんで今日はこれを多めにちょっと使っていこうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。トイレお帰りなさい。はい、ヒロデイジーさんこんばんは、ジョセフさんこんばんは、かしこまりました。職場に X ジャパンファンを、あ、そうなんですね、いけると思いました。いけないでしょうね。はい、そうなんです、ジョセフさんね、すごく綺麗に仕上げていただいて、下さん何にしてもこだわりがあるのって素晴らしいことですね。まあね、まあ、ちょっとしたことではあるんですけど、で、まあ、結局その結構分かれるじゃないですか。ここにボリュームポットがあったらでも邪魔で仕方ないっていう人もやっぱりいるのは、まあ、僕重々分かってるんですけど、僕はもうストラトで慣れているので、やっぱりこれがここら辺がやっぱ一番しっくりくるんですよね。で、まあ、細かいこと言うとで、本当はストラトってね、このピックアップセレクターもうちょっとこう斜めに、こっちがもうちょいこっち側かなになってるんですけど、まあ、その辺はそんなに気になるほどプレイに支障があるってわけではないんですけど、まあそんな感じで、帰ってまいりました。で、今日もとりあえずなんとか自動追尾しております。よろしくお願いします。で、今回お世話になったのは、その石橋楽器、また心斎橋店さんの丸山さんに、まあ、お願いして預けてきたんですけど、で今回ですね、ギター帰ってくるタイミングで、まあ、動画ではちょっと思想の状況も、撮ってたんですけど、今回ねペダルを4つね、まあ、これ丸山さんの私物なんですけど、またしてもペダルをお借りしてきましてですね、これご存知ですかね皆さん、ちょっと見えにくいかな、これねベロシティっていうところのベロシティエフェクツペダルズところの、いわゆるねそのアンプを、いろんなアンプあるじゃないですか、アンプをエミュレートした、これはマーシャル JMP-LA っていうモデルなんですけど、 JMP-2203 っていうモデルのマーシャルをエミュレートした、ペダルで、これがねブギーのデュアルレクチファイヤー、これちょっとねさっきのまあ、でこれとこれはアンプ系ではないんですけど、ハンドメのねワウ効果が出せるフィルターって感じですかね、ペダル。で今ちょっとつないでるのがもう一台ありまして、こちら、これがねエングルをモデリングしたペダルで、こんな感じでね、で横は、プロジェクト YMD のケリーさんのシグネチャー ODX2 をつないでます。でつなぎ方と してはですね、ギターからワイヤレス、これワイヤレスのレシーバーが刺さってるんですけど、
こっから、こう直列に行ってこのヘッドラッシュの FX リターンに入れてます。でヘッドラッシュはですね、アンプは通してなくてモデリングアンプは通してなくてもうこれをプリアンプとして見立てて、でキャビネットだけ、ちょっとグリーンバックの4発キャビを入れてるんですけどっていう状況で、今夜は音を作ってみました。でこれちょっとねよく見てもらったら刺さってないように見えるかもしれないんですけど、これね、アンプの、エフェクトループのリターン差しとかするときに半押しで、インピーダンスを変えて出力することができる仕様になってて、これベロシティさんのペダル全般アンプのねモデリングのペダルに関してはそういう設計らしいんですけど、でこれエフェクターとして使うこともできて歪みエフェクターとしてね、そういう時はこの全部ぶっ刺し切る、こんな感じでね今はこの半差しでリターン差しで使う感じでやっております。でエングルってヒデさんがね使ってたアンプ、まあちょっとどのモデルかは僕もよく調べてはいないんですけど、で結構ねまあ聞いていただいたら分かる、結構僕 EQ ミドル上げ目にはしているんですけど、あレンズの重みで上げ目にはしているんですけどね、結構ドンシャリな音なんですけど、これブースター切った音が、ギターのボリューム、まあやっぱアンプライクな動作なんでギターのボリュームにもすごく追従がいいかな、いいなっていう印象ですね。でこれが原因なんですけど、そんなにフルアップみたいに上げてなくてこっちでブーストしてちょっと帯域整理もするような感じで、こんな感じの音に本日はしております。で後でねちょっとマーシャルとボギーの方もちょっと挿してみようかなと思いますんで、まあ、このドンシャリの音っていうのは僕ちょっとまあなんていうのか印象的にはバニシングビジョンの時の音の雰囲気にちょっと似てるかなっていうのもありますんで、まずこの音でバニシングラブとか、サディスティックデザイアとかその辺をちょっと弾いてみたいなと思います。はい、自動追尾です、パンダさん。元山さん、ベトナム技能実習生も、ヒデキンさん、かっこいいです。こんなお兄さん欲しいと言ってまいりました。よろしくお伝えください。竹島さん、こんばんは。今日も熱い演奏、頑張ります。あ、虫さん、これから音楽だ。あなた様のギターに出会い、いろんな素敵な方々接する4月吉日虫上に虫さんありがとうございます。早速いつも本当すいません、行きましょうか。
Thank you for super chat。 あざっす。 はい。 ボニーブルーさん、今夜も X 旋風が舞うデイ。秀樹さん、皆さん、中山さん、こんばんは。中山さんって中山さんか。久しぶりですね。お元気ですか。ナイスパナイスパ。これらがこれらになって。中山さん、痩せてないです、別に。あの、こういうちょっとね、そのあんまり腹が目立たない映り方を試行錯誤しているだけです。4月から皆さん大変じゃないですか。迷惑かけてますが、迷惑かけましたが。はい、虫さん最高。はい、明日伝えます。本山さん、よろしくお願いします。お菓子食べてます。お菓子はね、食べてますよ、そこそこ。ヘイカモンさん、こんばんは。はい、エングルのね、今ね、今はエングルのモデリングをした EGL という、モデルをつないでおります。中山さん、大変です。ねえ、彼女東京行っちゃったんでしょ。ちらっと聞きましたけど、大変だよな。竹島さんね、リッチーブラックモアか。リッチーブラックモアで弾けるのは今ないからね。まあとりあえずさっき言ったみたいに、ちょっとバニシングビジョンのアルバムから、3曲ほど弾いてみようかなと思います。うん、まあ、中山さんもお菓子食ってんじゃないですか。どうせあのゴミ箱はお菓子 の食いかすだらけでしょうか。どうよし、さあ行きますか。
あざす。
あざっす。はい、ありがとうございました。暑いな、やっぱしエアコン全開でかけてるんですけどね。よいしょ。鼻がかゆい。あ、丸山さん、こんばんは。仕事で若干遅れました。お疲れ様です。よろしくお願いします。いや、丸山さん、今回本当にいろいろお世話になりまして、さっきも冒頭ちょっとお話ししてたんですけど、見事にこの E2 フルメンテナンス、最高の状態で帰ってきまして、あざっす。そしてですね、丸山さん、今ね、これじゃねえわ、ちょうどエングル
に、KS ブラック ODX2 をデブーストして鳴らしておりました。この状態でね、ちょっと3曲ほど弾いておりました。マレオさん、彼女います。彼女どころか招待持ちやがな。はい、皆さん拍手ありがとうございます。テクさん、あざす。あ、石川さん、こんばんは。何中山さん、素人みたいな質問ですけど、アンプしてるんですか。まあそもそも楽譜、僕あのちゃんとした五線譜っていうのは別にさっと読めるわけじゃなくて、耳とかその押さえるところが載っているね、譜面っていうのがあるんですよ。それでまあ覚えて、まあもう X なんてもうね、高校生の時にいろいろコピーしてたんで、なんかこう思い出しながら弾くって感じですけど、最近毎週 X やってるから、まあまあ覚えてますよね。で、標準語で話してみる。はい、しかも僕ね、あの僕の弾く X っていうのは、あのまあここにいつも来てくださる方はあの重々分かっておられると思うんですけど、本家のように全然あまり弾いてないという。すいません。はい、あ、猫パインさん、こんばんは。はい、ボニムルさん、アザスファイヤー、皆さん拍手ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マリマさんも拍手ありがとうございます。あ、スミさん、こんばんは。皆さん拍手ありがとうございます。どっかの国ではスミスは職人って意味、できるならリアタイでいぐじられたい。さすが石橋垣さん。ちょっと皆さんすいません、あのじゃあちょっとね、あのペダルを先に変えさせてください。高田さん、こんばんは、お久しぶりです。結婚しています。小平次軍団さん、こんばんは。はい、ではね、ちょっとだけすいません、あの一曲だけね、イグジステンス、このハンバッカーでたまには弾いてみようかいな。そうそう、虫さん、あの石橋楽器、関西の方ね、あの心斎橋店、ぜひあの行ってみてください。あの雰囲気もいいし、丸山さんがあの懇切丁寧に対応してくださいます。ゆうたさん、いつか秀金さんのリアルライブ、あ、リアルライブね、そうですね、
ちょっと待ってね。エグジステンス。ちょっとオケのバランスがどんな感じかな。はい、じゃあちょっと1曲だけオリジナル弾かせてください。
はい、すいません皆さん、 X の日なのに。まあちょっとエグジステンスまあそんなことよりですねすいません、さっきねちょっとペダルを差し替えたんですけど、こちらがですね、同じくあのベロシティエフェクツペダルさんのこれですね、JMP-LA、 さっきちらっと冒頭言ったんです、冒頭っていうかさっき言ったんですけど、あの JMP-2203 っていうマーシャルのタイプ の、 もあのアンプをエミュレートしたペダルということで、ハンバッカーで弾いてるんですけど、感じの音なんですけどね。これもね、原因はそのフルアップじゃなくて、これ原因フルアップしてみて。でも JCM800のなんていうのかな、あのなんかマスターボリュームモデルぐらいまで歪むような雰囲気な感じですかね。まあ僕はちょっと下げ目にしてこっちでブーストするみたいな。でこれがミドルの出方が変わる。でちょっとノブのちょっと色の加減でどこのノブがどっち向いてるかっていうのはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっとレンズ下げちゃうと重みで下がっちゃうんですけど、上の3つがあの EQ なんですけどね、左からトレブルミドルベースなんですが、あの実機と同じ感じで僕ベースはほとんど上げてなくてミドルフルテン でこれ非常に分かりにくいんですけど、トレーブルは多分ね6ぐらいだと思います。こんな感じでやってます。でそうそう、でね、ベロシティさんのそのウェブサイトがですね、こちらなんですけど、これによるとですね、あ、これか、この JMP-LA ってやつね、手前につなぐ TSK のブースターの効果がはっきりとっていうことで、まあ本当はこれを緑にした方がいいのかもしれないんですけど、ちょっとハンバッカーだとこっちの方が僕は個人的に好みなもんで、こっちらをねあのチョイスしているんですけれども、まあギタリストの方でもしこのベロシティさんのペダルね気になった方はちょっとチェックしてみてください。はい、すみさん最高
あ、深谷さんこんばんは。はい、ちょっと適当なエグジスティンスになっちゃいましたけど、今宵もコンプレックスクランキーさんこんばんは。今宵もヒデキン X 感じてみろ。あ、リンさんこんばんは。はい。虫さんあざす。はい、丸山さんこんな感じで、まあちょっと改めちゃんとね、あのレビュー動画っていう形では単体で出そうとは思ってるんですけど、まあちょっとライブ配信なもんですから、ちょっとあのダダーっといっちゃってる感はあるんですが、今日はあとでね、ブギーの、デュアルレクチのペダルも使ってみたいなと思ってますので、よろしくお願いします。あ、ピロシキの日常さんこんばんは。ベロシティさん。すいません、こんばんは。改めまして、あの、ひでキンとか調子乗って、すいません、あの、名乗ってるんですけれども、あの、石橋楽器心斎橋店さんの、あの、丸山さんによくお世話になってまして、で、今回ちょっと丸山さんの私物のペダルをお借りして、レクチと、エングル、でマーシャル JMP とで、あのフィルターの分ですね、お借りしておりまして、今日ちょっとフィルターの半ワウのやつはあの繋いでいないんですけれども、冒頭ちょっとエングルであの3曲ほど弾かせていただきまして、で今あのちょうど繋ぎ替えて JMP でケリーさんのブースターでブーストしている感じでございます。皆さん、あのベロシティエフェクツペダルさん、めちゃくちゃたくさんペダルのラインナップあるんですよ。で、単体のその各アンプ単体のペダルもあれば、そのアンプ同士をなんか組み合わせたりとかで、なんかね、あの山口さんのレビュー動画でちょっと見て聞いたんですけど、なんかオーダーにも対応してくださるようでして、まあ気になった方はあのぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。結構、まあ僕は実機でマーシャルを普段よく使ってるもんですから、すごいプレキシのペダルとかは気になっているんですけれども、丸山さん、いや、よかったですか、最後。ベロシティさん、ありがとうございました。EGL の演奏も、あ、すいません、拙い演奏で。いえいえ、本当は、リターン差しのあるアンプとかを使って、あのキャビから音が出せたらいいんですけれども、なんせちょっと家の中なもんですから、ちょっと今日はあの LINE で、今日はっていつも僕、ライブ配信で LINE で出してるんですけど、ヘッドラッシュという、マルチエフェクターのループのリターン、ループのリターン差しということで、なんとかやっております。ピロシキの二条さん、今日の晩ご飯はカレーライスでした。はい、ということでですね、はい、じゃあ引き続き X の、ちょっとマーシャルに変えたんですけれども、マーシャルと JMPLA に変えたんですけれども、ちょっと近年の、ブルーブラッドあたりですかね、あの辺、の曲を、弾いてみたいと思います。じゃあ、あのベロシティさん、お忙しい中コメントいただきましてありがとうございました。あ、イキさんこんばんは。今日は原稿館しながら見てます。ありがとうございます。いやー、これでもこの差し込みで半差しで接続先をこう柔軟に変えられるっていうのが結構プリアンプとか作っている他のブランドさんあると思うんですけど、ここまでなんか結構これかゆいところに手が届く仕様じゃないかなって思うんですよね。なんかこういうのはすごく
いいな。片言みたいに喋ってすみません。はるきさんこんばんは。初心者が X の曲練習するのにおすすめのピックの形状や厚みを教えてほしいです。まあ僕は結構1ミリぐらいの硬いやつ、ハードっていうのを昔から使ってましたけどね。あとはなんか例えば X のヒデさんが好きだったらヒデモデルのピックとかあるじゃないですか。あんまりなんか神経質にこだわったことはないですけど、例えばなんかピックってすり減るからおにぎり型だったら経済的だっていう理由でも別に僕は構わないと思いますしね。チャンプカーズさんライブ初見ありがとうございます。こんばんは。秀金さんの思わず酷評したくなるサイレントジェラシー見てめちゃくちゃいえいえ、飾るだけに眠っているモッキンバードイエローハートと、ああなるほどね。あ、ペロシーさん、直感でモード変更できるデザインを追求した結果、ああなるほど。いやーこれはなんか目から鱗的なアイデアじゃないかなっていうような、まあユーザー目線で感想を述べましたらですね、そんなような気はいたします。はい、ということで引き続き演奏、参りたいと思いますのでよろしくお願いします。
Thank you.
あざっす。いやいや、ありがとうございました。鼻が痒くて、鼻がちょっとコーラを飲みます。コーラを飲みます。よいしょ。ああよいしょ。ゲップが出ちゃう。じゃあちょっとコメントの方をね、ちょっと立て続けに引いちゃったので、コメントの方を読んでいこうと思います。あ、ジンさんこんばんは、お願いします。はい、皆さん拍手ありがとうございます。どこだかは分かんなくなっちゃったけど、よいしょ。あ、ゴニブルさん、あざっす。イエス。はい、お、丸山さんまだ走りに行ってないんです、これ。あ、ウィークエンドかな、この辺は。藤本さんありがとうございます。押したよ。あ、高評価かな。あ、そうや、皆さんすいません、よろしかったらですね、高評価、そして初見の方がいらっしゃれば、チャンネル登録の方をね、ぜひともよろしくお願いいたします。あざっす。結構エアコン全開でかけてんですけども、汗がウィークエンドもできない最強。ジンさん2万回押したいよね。2万回だと偶数回だから、あの最後の最後で高評価つかないじまいで終わってしまう。藤本さん7回、なるほど、ありがとうございます。はい、本山さんは閲覧前にね、あざす。あ、ザラシさん、みんな俺の呼び方なんかにありがとう。そうそう、深谷さん、そう。はい、皆さん拍手ありがとうございます。最高 X ジョセフさんありがとうございます。ん、高戸さんはどこ。あ、高戸さんこんばんは。あ、これはセレブレーションですね、おなじみ100円ライター、はい、あ、まこっちゃんねるさんこんばんは。ジンさん、これね、はい、ちょっとまだね、あのいじくってないんですけど、なんか他の、まあ、振り込みみたいな決済がなんかありそうですけどね、対応が。はい、深谷さん、そのこれね、オル型ね、あのこれどっちだったかな、こんなリモコンのやつね。そうそう、このポールのやつ、あとね、その棚にね、テープ、LED テープ貼って光るようにはしてあります。それから、皆さん拍手ありがとうございます。あ、ベロシさん、まだ見てくださってたんです。ありがとうございます。コンプレックスクランキーさん、こんばんは、ありがとうございます。奥さんが、ジンさんの奥さんが、X ジャパンにドラマでした。はい、ジョーカーですね。そうそう、自分は秀樹さん。ジンさんありがとうございます。あ、そして、カキさんじゃないですか。もうカキさん、マジで、毎回、キリがないので、いい、マジでいいですよ。たとえ500円といえども、あっちゃこっちゃ、あれでしてるでしょ。ありがとうございます。だけど、もらったものはありがたく頂戴しておきます。カキさん、 Thank you for super。 あざっす。間違った、ちょっと。
ざす全部のせい。ありがとうございます。はい、あ、丸山さんもまだいてくださってるね。あざーす、拍手ありがとうございます。コーラチャージチャンプカーさん、ヒデキンさんめっちゃかっこいい。ダイタさんにも見えてきました。リストバンドして弾いたダイタさん。ダイタさんはね、原ダイタンさんに任しときます。呼びかけでした。あ、呼びかけね。超いいねです。チャンネル登録は思わず告知したあれね、はい、ありがとうございますあざすもげ貴様流れ星爆さんこの冒頭のミスりあざすまで入れてくれてるじゃないですかありがとうございます。川岸さん、いつも盛り上げてくださって、皆さんも本当に盛り上げていただいてありがとうございます。あざす。はい、ではですね、ここでまずね、最初に今日、すいません、ベロシティさん、僕勝手にちょっとあのロゴをこんな感じですいません、あのフォトショップで加工して使わせていただいちゃって申し訳ございません今日ね、配信の冒頭でこちらの、EGL エングルのね、あのエミュレートしてるペダルを使わせていただいてまして、これ健康チャリンコメタラー丸山さんの私物なんですけど、あ、ベロシさんすいません、ありがとうございます、こちらこそ。で EGL で筋肉痛かいEGL で弾いた後、こちらの、JMP の、2203をエミュレートした JMPLA で、何曲か弾かせていただきました。で今からですね、ちょっとまたペダルを交換したいと思います。よいしょ。まあ、中山さんまだ見てくださってちょいちょい見ながらみたいな感じで、まあでももうあれでしょ、お子さんも寝かしつけなきゃいけないんじゃないの。はい、すいません、このね、今つないだのが、そうそう、次は2段階、選択は正しかったと思い涙が出る思いなんだちょっと待ってね、ちょっと皆さん待ってください。中山くん子供はコナン見てます中山さんっておっしゃる方、今見てくださってる方はですね、前の職場で大変お世話になった方で、まあ一番何をお世話になったかっていうとですね、もう手が空いた時にお菓子をもらいに行くというどう、涙が出る思いって大層ないやいや、僕もまだまだ何も始まってないんですからね、いろんな方にこう助けていただきながら、気にかけていただきながら、かろうじて生きておりますが、はい、まあでもちょっとね僕が、あ、そうだ、中山さんはわかると思うわ
あいつどうなったのかな。これちょっとここでは言えないんだけど、まあいいわ。まあいいわ。まあでもね、 MC ハマーには本当に迷惑かけたな。まあでも僕はこの通り、しれっと元気にはやってますのでね。まあまた僕ちょっと皆さんに胸張って報告できるようなことが、できればまた顔見せに行きますよ。いや顔見せに行ったらボコボコにしばき回されるかな。まああとはそのなんていうか、まあまあ全員ですね、まあ、若いメンバーたちもにもちょっと本当に無責任なことして出てきちゃったしね。まあ、自分のわがままで、まあ、その辺はちょっと本当に心苦しいというか、申し訳ないなっていう。いつでも戻ってきていいよって。なんであなたが言う。お気持ちは嬉しいですけどね。面白いな。はい、まあまあ皆さん体に気をつけてね。中山さんも中山さんの島の皆さんね、変わりないんかな、メンバーは。皆さんに本当にもうそうだし。面白いな。でね、もう新しい人も入ってきたのかもしれないし、出てね、動いた人も、東京行った人もいるし、まあいろいろまたね、新年度の始まりっていうのはもう本当に大変な中だとは思うんですけど、まあ、僕も相当なんか余計な傷跡残してきてるんだろうなと思ってるしね。まあまあ、でも皆さん体に気をつけて頑張ってて、偉そうな、上からやな。もう体にだけはくれぐれも気をつけてください、皆さん。ということで、話戻しましてですね、こちらベロシティさんの、3つ目のペダルを今つなぎました。こちらがですね、デュアルレクチファイヤーの、いえ、中山さん、こちらこそアザス、レクチファイヤーの、エミュレートで、これはブーストモードがついてフットスイッチが2個になってるんですけど、こちらですね、これさっきもですね、ちょっと URL を載せたんですけれども、俺今日概要欄に書いてたような気がするんですけど、こちら、これなんて、これ読み方なんて言う、 REV レブ FB2、メサデュアルレクチファイヤー、リビジョン F をエミュレート、人気の高い初期のリビジョン F のレッドチャンネルをエミュレート。なるほど。実機発売時に話題になったレクチサウンドを再現、原因幅の増減を可能とするブーストスイッチ。あ、そういうブーストスイッチなんですね、これ。ははは、なるほどなるほど。っていうのを今つないでおります。で、ちょっとね、配信始まる前にね、ちょこっと音を出してちょっとこう、ささっとやってみたんですけど、あら？音が鳴らねえ。これはどういうの？
れ全部接続できてるよね。よっ。あ、ここか。なりましたね。焦った。半押しをサイドで。あ、すいません、ベロシティさん。これ今あの赤いこれブーストがオフっていう状態でいいんでしょうかね。感じで、ちょっと僕あの何でもかんでもバカの一つ覚えみたいです。すいません、ミドルだけ振り切っちゃってて今こんな感じでやってるんですけど、まあちょっと様子見ながら弾いてみたいと思います。うまくハーモニクスは鳴らせてなかったけど、これじゃあこれをまた、すいませんね、自分のちょっと勝手な使い方をしちゃってこの状態でブーストしたらややこしいですかね。素晴らしい機材の数がいやいや、これはもうほぼお借りしている機材が今日はほとんどなんで、こんな感じですかね。ちょっとあのいい音の定義っていうのはあの人の数だけあるのであのこんな感じで僕はあの弾いてみようかなと思うんですけど、じゃあねちょっとギターを変えまして、ちょっとレギュラーチューニングで、ありがとうございます。じゃあこれでちょっとシャーベルに持ち替えました。ちょっとシャーベルの方がジャキッとしてますな。これでちょっとラスティーネイルから、フォーエバーラブとかその辺行ってみますかね。
あざっす、あざっす。ちょっとコメンツを、ちなみに、レギュラーチューニングで弾いた3曲こちらのベロシティエフェクツペダルズさんの、REV名前REVFB2 ディビジョンの略ですね。 F2、デュアルレクチファイアのエミュレートしたペダル でそれをケリーさんの、ブースターでブーストしてお届けいたしました。ちゅうことで、コメントをだいぶちょっと、あ、この辺だね。はい、あ、木島さんこんばんは。はい、深谷さんいい音でしたか、ありがとうございます。これはあれだね、あのラスティーネイルとかのあたりです。ちょっと OK がでかかったかもしれないです。 K チャンネルさんこんばんは。リンさんやっぱシャーベルもいいですね、ありがとうございます。アイバニーズ売却したので物色中、53歳の親父に似合うやつをまああんまりね、年は気にする必要ないんじゃないかなと。僕ももうあの再来月50ですけど。はい、パンダさん、浦野さん、高田さん、丸山さん、星本さん、拍手ありがとうございます。そして、ありがとうございます、星本さん。ご視聴中の皆さん、セデキンさんの素晴らしいギターブ、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。はい、そうですね、あのもしよろしければ、まあ、よろしくなくても、いやいやでも、高評価をしていただけますと、嬉しゅうございます。よろしくお願いします。でですね、ちょっとなんかカメラがですね、あ、かなり歪んじゃった。こんなもんかな、こんぐらいかな、はい、こんぐらいですね。はい、あ、ひょっとしたらちょっとね、あの ややこしいシステムになってるんですよ、このねちょっと途中でこのカメラの映像がお届けできないかもしれないです。はい、皆さん拍手ありがとうございます。ゲリヤマゲリオさんありがとうございます、皆さん。はい、パンダさんティアーズね、いつもお気に召していただいてありがとうございます。元山さんは泣いていた。素晴らしい。ありがとうございます。皆さん。はいはい、ありがとうございます。極上の泣きに涙。ありがとうございます、丸山さん。深谷さん、もしかしてですけど、Kさんのチャンネル、Kさんかな。はい、フォーエバーラブ。ああ、深谷さん、ありがとうございます。あ、木島さん、いやいや、すいません、あ、しまった、エコーかけたままだったわ。ありがとうございます、木島さん。いつもすいません。Thank you for super.もげさす水星系間違った。はい、ナイスパありがとうございます。僕のギターで1週間頑張れるなんて、もう本当ですか、もう光栄ですよ。もうでもしびれました
はい、皆さんありがとうございます。うわ、ちょっとあのコメントが溜まってたな、すいませんでした。16時間チャレンジ、スターウォーズのキャラの名前みたいですね。何のあれだろうか。あ、レブ F ベロシティさん、すいませんレブ F、 レブ F B2 ですね。わかりました、あざす。皆さん、こちらのペダル、レブ F B2 っていう通りなになってる感じらしいです。皆さんよろしくお願いします。わ、ベロシティさん、すいません、こんな長時間見てくださって申し訳ないです。吉明さん、こんばんは。普段はどんな練習、普段はどんな練習。いや、もう僕ほとんどあのなんか好きな曲を弾くとか、あと、なんかこうそろそろ YouTube の新ネタでも撮ろうかいなみたいな感じの、その自分の中のその課題曲的な、だからもう曲 を練習するっていう感じですね。でその中でなんか例えば、あ、ここはこういうなんかビブラートだなって思った時に、意外とそのビブラートができない、その時点でね、できないとかなると、そういうのを集中的に練習するって感じですかね。はい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 、あ、高評価ありがとうございます、本山さん。トゲ13、素晴らしい演奏でした、ありがとうございます。大好物チーズ近く、あざす。うわ、ベロシティさんもありがとうございます、すいません、井出木さんの笑顔もうはずいありがとうございます。それではですね、あ、もう間もなく12時ですね。今日はちょっとあの機材の、まあ、ちょっとしたね、拙いながらも解説を待ち、解説というか説明も交えてお送りしていましたので、あんまり曲があれなんですけど、じゃあ、もうちょっとお時間あのよろしい方はお付き合いいただきまして、今日ねちょっとあの照明が、ね、立って弾こうかなと思ったんですけど、立つとね照明が当たらなくなっちゃうんですよ。ね、ちょっとこっから上がだから今日はもうずっと座って弾こうかなって思ってるんですけど、ビーズのコピーなんか昔したことありますよ。なんかね、なんかこんなやつ。難しいな。どうやったかな。なんかこんなやつ覚えてないけど高田は明日休み。じゃあ じゃあサイレントジェラシーやって、ダリアやって、ダリア長いけどいいですか。サイジェラやって、今日はじゃああのあとはもうこのあのレブ F2B で通していきたいと思いますんで、これサイレントジェラシー、これかな、そうそう、ゼロね。はい、じゃあサイレントジェラシーいきます。
あざっす。皆さんありがとうございました。はい、ちょっとねもう夜も遅いので皆さんの最後のコメントはちょっと遡れないですけれども、あ、白い黒さんこんばんは、来てくださったんですね。 MN さんもご挨拶まだだったかな、こんばんは。皆さん、ハーマンリーみたい、ありがとうございます。そうでしょう、パワーアップしているんですよ、いろいろとですね。はい、皆さんありがとうございました。はい、いや、まあ今日ねちょっといつもより曲数は少し少なめにはなったんですけども、今回こちら の石橋楽器心斎橋店丸山さんのですね絶大なるご協力を得ましてですね、あ、メタル丸山さんもまだいてくださって、持てねえ、これらのペダルも含めてですね、ベロシティ、エフェクツペダルさんの、JMPLA、そして EGL、そして RevFB2B かを、お借りしましてですね、ちょっとあとフィルターの半ワウのやつもあるんですけれども、何種類かの音をお届け、させていただけたのではないかなと思います。ちょっと自動追尾やめとかないと。こんぐらいで止めとこうか、もうちょいこっちかな、こんぐらいですかね。はい、いつもと違うね、いつもと違うって言っても今日初見の方に関してはいつものとってどうやねんって話なんですけど、毎回来てくださっている、皆さんにとっては少しいつもとは違うサウンドで、楽しんでいただけたかなと思っています。またですね、ギタリストの方でね、いろんなこうエミュレーターの的なプリアンプとかお探しの方、別に探してなくてもこう本当に思想とかですね、でもあんまりこう店頭に置いてなかったりするのかな、でもこれっぽいアンプの音が欲しいと思ったら大概多分ラインナップされてましたので、たくさんねペダル置いてらっしゃいますので、本当にウェブサイト、ベロシティさんもまだいてすいません、ウェブサイトね、ぜひ覗いてみていただけたらなと思っています。あれ、ちょっとこれをですね、これがホームページでございますのでね、僕特に何かこうやり取りがあってやってることではなくて、もう勝手に丸山さんが好意で貸してくださった機材を勝手に配信で使ってこのロゴも勝手にもうこしらえてやっちゃった、ベロシティさんにはもう何もなんかこう勝手にやってることですので、回し物的なそんなニュアンス一切ないんですけど、本当に使ってみてすごいね、この小さい MXR サイズでこのアンプのようなサウンドが出るっていうのがね、素晴らしいので、でやっぱりそのラインナップの豊富さがあんまり他のブランドとかメーカーでないんじゃないかなって、
マーシャルとかね、そのプレキシの1959とかもちろんベロシティさんの中にもあるんですけど、まあ結構みんなっていうかね、なんかメジャーなところじゃないですか。ケトナーとかね、もちろんフェンダーも網羅されてますし、あと JVM とかのペダルもありましてね、すごいなと思って、何でもできてしまうのだろうかと思うぐらい。だからね、アナログ回路で、そのデジタル の, そのモデリングアンプとかじゃなくて、アナログのポリアンプとかで、やっぱアナログならではのレスポンスというか、その何て言うかな、ゲインの追従とかね、そういうなのとかね、まあちょっとクロート向けなのかもしれませんけれども、ぜひ一度チェックされてみてはいかがでしょうか。ということで、そんなこんなでいつもと違うサウンドで X の曲をカバー演奏してみましたけれども、そうそう、川木さん JVM もありました。ね、たまにはこういう違ったサウンドで皆さんに聴いていただくのも全然ありだなと思いまして。で、ちなみにね、今日ね、ちょっともう汗で髪の毛が変になっちゃいましたけど、ちょっと今日なんか肌の写りがいつもと違うんですけど、皆さんちょっとね、照明をね、照明をね、いつもと違う感じにしてるんですよ。ちょっと後ろの棚があんまり照らされてないでしょ。後ろの棚の光源はもうこれしかないんですけど、でもこう正面の僕ってめちゃくちゃ明るく映ってるじゃないですか。これをね、やりたかったんですよまあそれだけです丸山さん、ベロシティ様いつも最高の機材ありがとうございます。ギターを弾いててよかったと思う幸福感をいただいてます。いやー、本当にね、当然ながらね、そのキャビネットにつないで、アンプのリターン差しとかでやっぱ爆音で鳴らすのがね、この間その丸山さんのところのお店でね、鳴らさせてもらったんですけど、やっぱ爆音で鳴らすのが当たり前ですけどね、一番気持ち良かったです。あ、翼さんこんばんは。はい、まあそんな感じでね、ちょっと12時半になっちゃう、いつもより遅くなっちゃいましたけれども、今日も最後までお付き合いいただいた皆様本当にありがとうございました。お帰りの際はね、お忘れなく高評価して帰ってくださいで、初見の方がいらっしゃいましたらですね、チャンネル登録もして帰ってねって感じで、それでは皆さん、今週もいい週末、あ、翼さんありがとうございます。もう本当に無理しないでいいんで、はい、いい週末を過ごしてください。で、ベロシティのペダルの単体のレビュー動画も、あ、ベロシティさんすいません、こちらこそ本当にもう申し訳ございません、お疲れのところも なかなかと、もうちょっといろいろですね、足らずのところあったかと思うんですけど、まあ、保管ってわけではないんですけど、また単体でレビュー動画を勝手ながら作らさせていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、いい週末をお過ごしくださいませ。はい、皆さんありがとうございます。ではでは、おやすみなさい。バイバーイ。